いやー、さっきは多分そうじゃないかと私の貸すのもなんかおかしい話ですね。いや バイバーイ。今日は足学部から登られたんですか。そうです。じゃあ今日はここに来て車止めてるんで、ここで U ターンして帰るんですか。いや、竹川だけ待って。ああ、そうなんですか。それから伊豆ヶ岳ですか。あれから小丸駅まで、電車の最後乗って足元に帰ってくるところですね。ああ、結構距離あるんじゃないですか。結構あるかなと思って、ただちょっとタイムをこう、相談しながら、まだ11時なんで。そうですね、時間的には結構余裕があるかもしれないですけど、距離ありますよね。あると思うんです。行ったことないですけど、まだ11時なんで、まだ何とか行けるところまで。行けますかね。行けますよね、多分。何キロとかって計算してますか。わかんないですか。あんまり計算してない。あ、そうですか。もしあれだったら、なんかエスケープ、逃げれるとこってありますか。多分、
笠とかあっちに降りるのとか名護の方に降りるのもあるんですけど、はい、駅は結構遠いんですよね。そうそう、駅遠いんですよね、まあ、ダメな時は、はい、ダメな時ダメな時はやっぱりです。伊豆ヶ岳まで行かれる予定ですもんね。伊豆ヶ岳です。あ、だから伊豆ヶ岳は小丸いから、ね、あれ結構ありますよ。でも結構ありますか。はい、伊豆ヶ岳2時間ぐらいですね、この上りで。どっからどこですか。小丸駅から。小丸駅から伊豆ヶ岳が上りや2時間。2時間、あ、まあそんぐらいかかりますよね。そうですよね、はあ、だから下りなんで1時間半ぐらいで、はあ、ただ伊豆ヶ岳までが結構遠いと思うんですよね。そうですよね、はあ、ご飯はじゃあどっか竹川岳とかで食べられるんですか。いや、もう途中休み。あ、そうなんですか。あ、じゃあ、あの双子山で食べたら。いや、前あれ麓山ですか、はあ、あの夏に登ったんですけど、はあ、一没になっちゃって、はあ、真っ暗なところで。ああ、どっから入られたんですか。駐車場、下の駐車場から。この辺り、下の駐車場。あの、はい、鴨沢ってところか、鴨沢なのかな、それか。そうですよね。はい、あ。あの、奥多摩の方から、奥多摩から登ってるんですよね。はい、日帰りで。日帰りで。それもなかなかですよね。はい、おすごい体力がそれありますね。だからもう8時間か9時間ぐらいかかりますよね。かかりますよね、この時期はまだ大丈夫ですよね。少々暗くなっても、これ10月とかになるともう危ないですよね、はい、5時ぐらいの。まあ日は暗くなっちゃいますけど、でもなんていうのかな、登りやすさはありますよね。やっぱ暑い時期登るの結構大変ですもんね。そうそう、もう遅くなったら無理はしないように、はい、するのがいいと思います。はい、お湯を沸かされたんですか。はい、食べようと思ったんですけど、うん、箸を忘れたんで、ちょっと、はあ、木の枝で箸でも今作ろうかなと。できます。それをまた、あの山の醍醐味で。じゃあ、すみません、はい、頑張ってください。どうも、はい、はい、箸忘れちゃって木の枝で食べる。いや、先ほど多分そうじゃない。私のカスでもなんかおかしい話だし。いや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 。